こんばんは、梅チャンネルの梅です。よろしくお願いいたします。はい、今日はちょっと大人な話大人な話なんですけれども、私は前から言ってる通り喫煙者なんですけれども、まあアイコスとかブルームテックとかなんかもうそういうのを試したんやけど、なんか吸った気しなくてほんで、もともとバージニアスリムのノワールっていうメンソールの1ミリのタバコ吸ってたんですけど、高いんですね結構。ほんで安いのでいいのないかなと思ってたどり着いたのがメビウスのメンソールなんですね。ほんでそれの5ミリを吸うようになって、いつの間にか。ほんで何回もやめようとしたけどやめれなくてまだ吸ってるんですけど、この前10月に値上げがありまして、540円から580円になりまして、どうしようかなと思ってたら、タバコを買うところでうんって種類見てたら、あれ、これメビウスのメンソール5ミリやけどなんか500円のあると思って、20本入れて普通に同じで、ほんでそれを吸ってみたんですね。ちょっとやっぱり普通の580円のよりはちょっと雑味があるっていうか、荒っぽいっていうかマイルドじゃないんですよあんまり。でもまあそれでもいいわと思ってそっちを買い始めたんですね。まあ元からあったのがこっちで、こっちのメビウスメンソールで、これですね、500円のシリーズ E シリーズって書いてあるけど、箱がカクカクニコチン5ミリは一緒なんですけど、タールが 0.4 ですね。こっちはじゃあニコチンが 0.4 ですね。こっちは 0.5 ででね、中身もねそんな変わらないんですよ。ほなこっち吸うでしょうってことでねこっちを買って吸うようになりました。ちょっとこれはちょっとずつ飲んで吸ってるもったいないからなんかね、私はまあ喫煙者としては肩身が狭いところなんですけど、最近は特になんかどんどん値上がりして、私さお酒飲まないからお酒どんどん値上がりしたらいいのにってお酒飲む人の方が多いでしょ。なんでお酒上がらんとタバコばっかり、なんかもう悪みたいな、タバコイコール悪みたいな感じで、なんでこう高なっていくんかなってちょっと思って、ちょっとプンプンしてるんですけど、まあ悪いのは分かってるけど、ね、今度のねホテル関ジャニのライブの時のホテルも喫煙室のあるところを取りました。全面禁煙、この前行った京都は全面禁煙だったんで、1階に一応喫煙室があったんですけど、1階まで行くのめんどくさいんで、やっぱりある方吸えるところの方がいいなと思って、多分それまでにやめられてないし、あら電気消えた暗くなりましたまあそういうことなんです。ちょっと喫煙者としてどうやねどうやのって思いながら、ということで会います。いつか辞める日が来ますように。ということで最後までご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画まで、さよなら。